ダーダーサーハバパールケは、インドの映画制作者。インド映画の父として知られている。1913年に制作したデビュー作、ラジャ・ハリシュ・チャンドラは、初のインド映画、初のマラーティー語映画、そして初の長編インド映画として知られており、1937年までの間に、長編映画95本、短編映画27本を制作している。 1969年にパール系の功績を称えるためダーダーサーハバパール継賞が創設された。この賞はインド映画において最も権威のある賞であり、インド映画において多大な貢献を果たした人物に贈られる。1971年には彼の功績を称えた記念切手がインド郵便局から発行された。2001年には ダーダーサーハバパール系アカデミームンバイが、インド映画への貢献を果たした人物を表彰するための名誉賞を創設している。1870年4月30日、ボンベイカンクトリンバックのチトパバンのマラーティー、ゴアシャ家庭に生まれる。父ゴービンドサダシブは、サンスクリットの学者で、宗教儀礼を司る神官として働き、母ドアールカバイは主婦だった。夫妻には三男四女の子供がおり、 長兄、シブラームパントはパール・ケイより12歳年長で、バドーダラーで働いていた。彼は、ジョワール・ハム王国の d ワーンを務め、1931年に63歳で死去した。時兄ラグナスラオは、神官として働いていたが21歳で死去しており、パール・ケイは、父から、ヤグナなどの宗教儀礼を教え込まれた。父、ダジシャストリが、 ウィルソン大学のサンスクリット語教授に任命されたことに伴い、一家はボンベイに移住した。パール・ケイはトリンバックで初等教育を修了した後、ボンベイの高等学校に入学した。1885年にサージャムシトジージージブホイ美術学校に進学し、1年後に絵画コースを修了した。1886年初等に長、長兄シブラームパントと共に、 バドーダラーに移住し、同地でマラーティーゴア社家庭の娘と結婚した。その後、バドーダラーマハーラージャサヤジラを大学美術学部に入学し、1890年に油絵、水彩画コースを修了した。同年にフィルムカメラを購入し、撮影や現像、引き伸ばしなどの技術を学び始めた。1892年にはアフマダーバードで開催された。 産業展示会で自作の作品を出品して金メダルを授与された。パール系の作品は高い評価を受け、彼は自身のファンから映画撮影用の高価なカメラをプレゼントされた。前年の1891年にアミテン、フォトリソグラフィなどの撮影技術を6ヶ月間かけて学んだ。バドーダラ・マハーラージャ・サヤジラオ大学長がチャールはパール系を ラトラムのバーブラールバルバルカルに指示するように進め、彼の下で暗室での印刷技術などを学んでいる。1893年から1910年1893年、ガッチャールから大学内の写真スタジオと研究室の使用を許可されたパール系は、シュリパール系図エングレービングフォトプリンティングと名乗り仕事を始めた。パール系は、 様々な技術に精通していた者の,の仕事に恵まれず、収入を得られない家庭は困窮していた。このため、彼は1895年にプロの写真家になることを決め、ゴードラに移住した。しかし、同地でも仕事が軌道に乗らず、さらに1900年に流行した薬病で妻子を失っている。妻子と死別後、パール K は再び、バドーダラーに戻り仕事を続けたが、 カメラに撮影されると魂が抜き取られるという、俗説が街中に広まっていたため、事業は軌道に乗らなかった。この俗説は王族にも広まっており、パール K はガーイクワード家の王子を撮影しようとした際、魂を抜き取られ、短命になってしまうとして、撮影を拒否されたことがある。王子は最終的に写真のメリットを訴え続けたパール K の意見を聞き入れたが、 彼の仕事を支援することはなかった。パール・ケイは新たに舞台の幕の柄を描く事業を始め、この仕事をきっかけに演劇制作の基礎的なトレーニングを受け、さらに舞台で早くに起用された。この頃、パール・ケイはバドーダラーに巡業に来ていたドイツ人記述師から手品を学び、この経験は後に映画制作でトリック写真を用いる際に役立った。1901年末、彼は ケルファ教授の名前を逆にした、パール系の名前を名乗り、技術の講演を主催した。1902年に、キルロスカルナータクマンダリ経営者の名ギリジャ、カランディカルと結婚し、彼女は名前を、サーラスワティに改名した。1903年に、インド考古調査局の写真家、製図家に起用されるが、仕事内容に満足できなかったため1906年に、辞職し、 RG バンダルカルを共同経営者に迎えて、ロナブラにパール経営エングレービングプリンティングワークスを設立した。同社は主にラビバルマが所有する絵画の副写を手掛けていたが、その後は網点のブロック作成や三色印刷などの作業も手掛けるようになった。事業の拡大に伴い拠点をボンベイに移転し、1908年後半からは、 バンダルカルに代わりプルショータムマブジが共同経営者になり、社名をダクシュミアートプリンティングワークスに改名した。1909年にパール K はドイツ帝国を訪れ、作業に必要なカラー印刷機を購入した。事業は飛躍的な成長を遂げたが、次第にマブジと経営方針の相違が目立つようになり、パートナーシップを解消している。 1911年から1917年映画との出会いとロンドン訪問、ダーダーサーハバパール系、セシルヘプワース、ダクシュミーアートプリンティングワークス解散後、パール系は複数の投資家から共同経営の話を持ちかけられるが、すべて辞退している。1911年4月14日に、パール系は息子、パールチャンドラを連れて、ボンベイギルガオにある。 アメリカインディアンピクチャーパレスでアメージングアニマルズを鑑賞した。スクリーンで動物を見ることに衝撃を受けたバール・チャンドラは帰宅後に母、サーラス・ワティに映画館での体験を伝えた。しかし家族の誰もがバール・チャンドラの話を信じなかったためパール・ケイは翌日に家族全員を連れて再び映画館を訪れた。その日は復活祭であり映画館では アメージング・アニマルズの代わりに、アリスギーの宗教映画、ザ・ライフ・オブ・クリストが上映されていた。パール・ケイは同作を鑑賞中、劇中に登場したイエス・キリストを見ながら、ラーマとクリシュナを主人公とした映画の構想を思いつき、映画産業への進出を決意した。ザ・ライフ・オブ・クリスト鑑賞後、パール・ケイは1年かけて映画に関するカタログ、書籍、機器をヨーロッパから取り寄せて研究した。 彼は小型のフィルムカメラとリールを購入し、ろうそくの明かりをレンズに当て、壁に映像を投影する方法で夜に映画を上映するようになり、毎晩4時間から5時間かけて映画を鑑賞するようになった。そのため、パール K は睡眠時間を犠牲にして目に負担をかけた、挙句、白内障を発症してしまう。さらには周囲からの反対を押し切り鑑賞を続けたことで、 視力の低下に拍車をかけることになった。しかし、眼界プラバカール博士が3組から4組のメガネを使い治療を施したことで、パール・ケイの視力は回復した。パール K は・ケイは映画制作の技術を学ぶために、ロンドンへの留学を考えたが、渡航資金を集めることができなかった。ヤシュアントラオナドカルに、アーバー・サー・ハバチ・トニスの協力を得て、12000万 ルピーの保険契約を担保にして1万ルピーの費用を集めた。1912年2月1日にロンドンに向けて出発した。パール K はロンドンのピカデリーサーカスの側でバイオスコープシネイコールウィークリー氏の看板を見かけた。彼は同志の購読者であり、編集者ケップバーンに面会してロンドン訪問の理由を伝えたが、ケップバーンはイギリスでの失敗経験をもとに インドでの映画制作に反対し、同時にインドの気候が映画制作には不向きであることも示唆した。しかし、彼はパール・ケイの熱意に感銘を受け、ウォルトン・スタジオのセシル・ヘプワースをはじめとする映画監督やプロデューサーを紹介した。事情を聞いたヘプワースは、パール・ケイがスタジオのすべての部門の見学と撮影のデモンストレーションを行うことを許可した。パール・ケイは、 ケプバーンとヘプワースの助言を受けて、ウィリアムソンカメラを50ポンドで購入し、コダックの生フィルムと先行機を注文した。パール K は2週間ドンドンに滞在して1912年4月1日にインドに戻り、同日、パール K フィルムカンパニーを設立した。ラジャハリシュ・チャンドラと監督デビュー、ラジャハリシュ・チャンドラロンドンから帰国後、パール K は映画を撮影するための広大な土地を、 探し始め、パール系一家は、チャルニロードのイスマーイールビルから、ダダルのマトゥラバワンバンガローに移住した。彼は、バンガローの敷地内に、小さなガラス部屋を作り、映像を処理するための暗室を準備した。ロンドンで注文した映画制作機器は1912年5月に、ボンベイに到着し、4日以内に機器の配置を完了した。同時に、パール系は家族に、 映画制作の技術を教え、カメラと映写機の動作テストのため近隣の子供たちを題材に撮影を行った。撮影結果に満足したパール系は、長編映画制作の資金を集めるため短編映画の制作を決意した。彼は、複数のエンド豆をポットの上に置き、その前にカメラを設置して1日1フレームを1、ヶ月間かけて撮影し、 遠藤豆マメが成長する姿をカメラに収めた。撮影されたフィルムはアンクラチワドとして制作され、ヤシワントラオナドカルニとナラヤンラオデーバレはパールケイのために資金を提供した。パールケイはハリシュ・チャンドラを長編映画の題材に選び、脚本の執筆を始めた。同時にインドプラカーシュなどの新聞にスタッフキャストの募集広告を掲載した。しかし、 ヒロイン役に応募する女優がいなかったため、男優がヒロイン役を演じることになった。主人公、ハリス・チャンドラ役には、ディディダーブ系、ヒロインのタラマティ役には、パール系は、アンナ・サルン系が起用された。ハリス・チャンドラとタラマティの息子ロー・ヒタシュバ役には、パール系の息子、バール・チャンドラが起用された。パール系は監督、プロデューサー、脚本、 プロダクションデザイン、編集、フィルム処理を担当し、トリンバク・ビー・テラングが撮影監督を務めた。撮影は6ヶ月27日間で終了し、1100メートルのフィルムと4リールを使用した。1913年4月21日に、ボンベイのオリンピアシアターで、プレミア上映が行われ、5月3日にコロネーション、シネマトグラフバラエティホールで公開された。 ラジャハリシュ・チャンドラは工業的な成功を収め、同作はインド映画産業の基礎を築いた。同作は歴史家からインドで最初の長編映画とみなされている。一方で1912年5月18日に公開されたシュレ・プンドリックが最初のインド映画であり、同作の監督ダーダーサー・ハバトールネーこそがインド映画の父とする意見もある。しかし、 同作は22分の短編映画であり、かつ撮影スタッフはイギリス人で映像処理もロンドンで行われているため、ラジャハリシュチャンドラが最初のインド映画とする意見が大勢を占めている。インド政府もラジャハリシュチャンドラを最初のインド映画に認定している。ラジャハリシュチャンドラの成功後、パール・ケイはナーシュクに移住した。彼は次回作の題材として、ナラとダマンティの 恋愛物語を選んだ。しかし、プリプロダクション完了後も撮影に進めなかったため、新たに、モヒニとバスマスラを題材にした、モヒニ・バズマスラの制作を開始した。同時期に、ジッタカルシャクナタク・カンパニーがナーシクを訪れ、パール・ケイは、同社社長、ナグナスラをゴークレーに、同社の女優二人の起用を持ちかけた。その結果、ドゥルガバー・イカマトが、パール・バティ役、 彼女の娘、カムラバー以降カレーがモヒニ役に起用され、母子はインド映画に出演した最初のインド人女優となった。フィルムは995メートル使用され、同作は1914年に1月2日にオリンピアシアターで公開された。また、短編コメディ映画ピスイクパンチがサイドアトラクションとして上映された。その後、パール K はサビトと サティア版を題材にした、ソティアブン・サビートリの制作を開始した。1120メートルのフィルムが使用され、同作は1914年6月6日に公開された。これらの作品も、ラジャハリシュチャンドラに並ぶ、工業的な成功を収めた。ロンドン裁縫と、ランカダハン、ランカダハンの、ガンパと、ジーシンで、ランカダハンのアンナサルン K、パール K は3本の映画の、 成功により、制作のために作った借金を完済した。彼の制作した映画は、インド国内の劇場工業主から、フィルムの注文が殺到し、その反響を見たパール系は3万ルーピーの電子機器を購入し、1914年8月1日に映画3本を持ち、ロンドンに旅立った。ケップバーンは、ロンドンでのパール系作品の上映を手配し、上映された作品は、 技術的に高い評価を得た。ヘプワースをはじめとするイギリス人映画制作者はパール系にイギリスでの映画制作を依頼した。ヘプワースはパール系の裁縫前にすでにインド映画の制作を企画しており、インド人、スタッフキャストの都営費用と滞在費、給与の支払いを申し出ており、さらにパール系に月給300ポンドと映画の収益の20%を報酬として提示した。 しかし、パール K は、ヘップワースのオファーを断っている。また、ワーナーブラザースとの間で200枚のフィルム間の売買契約を結ぶことになったが、正式な契約を結ぶ直前に、自身の映画スタジオの深刻な問題を耳にしたため、急遽インドに戻ることになった。インドに戻ったパール K は、第一次世界大戦の影響で、映画スタジオの財務状況が悪化している事実に、直面した。 投資家たちからは融資の停止とスタジオの閉鎖を要求されるが、彼はヤシュワントラオナドカルニとアーバーサーハバチトニスにロンドンで購入した機器の輸入費用の融資を求めた。これに対し、二人は要求額の半分を提供することを約束した。一方、パール K は第一次世界大戦による物資不足で十分な量のフィルムが確保できなくなり、 短編映画の制作に方針を転換した。彼は映画スタジオを担保に融資を受け、ラジャー・シュレヤルの制作を開始したが、複数の理由により制作は中断された。パール K は新たな映画を制作するため、資金を得るために、スワデーシー運動に参加した。また新聞への広告計算やチラシの配布などの宣伝活動も行ったが、この宣伝に反応を示したのは3人だけだった。 このうちの一人は、デイニック・ソンデッシュが見に投書し、パール・ケイが加入を希望していた全インド自治同盟の指導者たちに協力を訴えた。指導者の一人であるバール・ガンガーダル・ティラクは訴えに応じて、パール・ケイの映画制作を支援しようとしたが、途中で断念している。1916年から資金を集めるための巡業を、始め、各地の反王国で映画を上映した。 アウンドハン王国のハン王から1000ルピーの勇士、インドールハン王国の王女から5000ルピーの勇士と1500ルピーの上映料を提供された。ボンベイからナーシクへの移転の途中で、ラジャハリシュ・チャンドラのネガフィルムが消失したため、パール・ K は、ほぼ同じ脚本、キャスト、その他すべてを用いて、再撮影を行い、897メートルのフィルムを使用した。 サティアバリラジャー・ハーチ・チャンドラを制作し、1917年4月3日に、プネーのアーリアン・シネマで公開された。同時に投資家向けに映画制作のプロセスを解説したドキュメンタリー映画、How, How Movies Are Made を制作したが、投資の役には立たなかった。1917年5月に、ナーシュクで開催されたボンベイ宗教議会に出席し、 そこでバール・ガンガーダル・ティラクがパール・ケイへの支援を呼びかけた。また、G.S. カーパル・ゲイの求めに応じて彼のスタジオを訪問している。ティラクの呼びかけにより十分な資金を集めたパール・ケイは、ランカ・ダハンの制作を開始した。映画は、ラーマーヤナに登場するランカー島を題材にしており、フィルム910メートル、サンリールを使用した。 同作は1917年9月17日にアーリアーンシネマで公開された。主人公ラーマとシーターはアンナ・サルンケ画ガに役演じており、彼はインド映画で初めて一人に役を演じた俳優とされている。ボンベイのウェストエンドシネマでは10日間で3万2000ルピーの収益を上げた。映画史カームリー・ト・ガンガルによると、劇場で集められた効果は麻袋に詰められて、 巨生牛の荷車で運び出されたという、同作の工業的な成功により、パール K は借金を全額返済することができた。1918年から1922年、ヒンドースタンシネマフィルムズカンパニー、シュリクリシュナ・ジャンマのマンダキーに、ランカ・ダハンの成功後、パール K は多くの事業家から共同経営の話を持ちかけられた。ティラク・ラタンジ・タータ。 シェスマンモハンダスラムジが資本を集めてパール K に接触し、資本金30万ルピーの株式会社、ヒンドースタンシネマフィルムズカンパニーを設立した。その後、資本金は15万ルピー追加され、パール K が10万ルピー相当の株式を所有し、利益の75%が他の株主に分配されることになった。しかし、この内容はパートナーシップ少々の条項によって、 正式決定には至らなかった。パール K は、ファトマ・ビーガムからの10万ルピーの提携の申し出を、断り、最終的にボンベイに拠点を置く、繊維産業との提携の申し出を受け入れた。1918年1月1日に、パール K フィルムズ・カンパニーは、ヒンドースタン・シネマ・フィルムズ・カンパニーに社名を変更し、ワーマン・シュリーダール・アープ・テイが、マネージング・パートナー、パール K が、 ワーキングパートナー、ダクシュマン・バールワント、パタク、マヤシャン・カルバット、マダブジ・ジーシン、ゴーカル・ダス・ダモダルが、ファイナンシャルパートナーに就任した。ヒンドースタン・シネマ・フィルムズ・カンパニー設立後に、首里・クリシュナ・ジャンマが制作され、パール系の6歳の娘、マンダ・キーニが主人公、クリシュナ役に起用された。動作は、フィルム1700メートル、6リールが使用され、 1918年8月24日にムンバイのマジェスティックシネマで公開された。映画は工業的な成功を収め30万ルピーの収益を上げた。自作としてクリシュナのカーリーや退治を題材にしたコリア・マードンを制作し、1919年5月3日にマジェスティックシネマで公開された。同作はフィルム1800メートル、6リールが使用され、 10ヶ月間上映されて工業的な成功を収めた。映画業界からの引退ヒンドースタンシネマフィルムズカンパニーが制作したシュリ・クリシュナ・ジャンマ、コリア・マードンは工業的な成功を収めたが、経営陣の間には対立が生じていた。パール・ケイは経営陣が映画制作に干渉することを好まず、経営陣はパール・ケイが映画制作に 多大な時間と費用を使うことに不満を抱いていた。パール K は、ヒンドースタンシネマフィルムズカンパニーからの退職を決意するが、社内の支持者からは、パートナー契約の条項を理由に思いとどまるように説得された。彼の契約は15年間と定められており、途中で退職した場合は15万ルーピーの利益が配分されず、逆に5万ルーピーを会社に支払う必要が生じることに、 なっていた。残留についての交渉が不調に終わった後、経営陣はパール系の同僚たちに彼の公認になるようにアプローチした。彼らはラジャ・ハリシ・ュチャンドラ以来パール系と親交があり、彼から様々な制作部門のノウハウを教え込まれていた。彼らのうち、ママシンでアンナ・サルン系、ガジャナン・サーネ、トリンバク・ビー・テラング、ダッタ・トリア・テラング、ナート・テラングは、 経営人との間に新たな契約を結んだ。対立が激化すると、パール・ケイは会社を辞職して、家族と共にバーラーナシーに移住した。彼は映画業界からの引退を表明し、ネイビーグが見に記事を寄稿して、自身の意見を表明した。劇作家への挑戦バーラーナシーに滞在中、パール・ケイはいくつかのヒンディー語演劇を鑑賞した。 演劇を手掛けたキルロスカルナアタックマンダリの劇作家、ナラヤーン・ハリアープ・テイヤ、経営幹部はパール・ケイの友人であり、パール・ケイは彼らと演劇、映画、音楽、文学について語り合った。彼らと語り合う中で、パール・ケイは演劇の脚本を書きたいという意思を伝え、2ヶ月半かけて、マラーティー5演劇、ランブ・フーミーの脚本を執筆した。同作は、 当時の演劇を風刺した内容だった。パール K は、バーラーナシーで開催された全インド国民会議派、委員会に出席していたティラクとカーパルデーに面会し、完成した脚本を読み聞かせた。二人は、パール K の脚本に感激し、パール K は、プネーのアーリアンシネマで演劇のリハーサルを一年間かけていった。複数の演劇会社から上映権の購入を打診されたが、 最終的にバリワラシアターが上映権を獲得し、1922年にボンベイで上演された。脚本は第7幕まであったため、パール K は1日目に4幕、翌日に3幕を上演する2部構成にした。ランブフーミーはボンベイ、プネー、ナーシュクの3都市でのみ上演された。同作は7万5千ルピーの費用が投じられたが、好評は得られず、 自己満足と告評された。1922年から1937年、映画業界への復帰プネーの映画館に展示されている、パール K の肖像が映画業界からの引退後、複数の人々がパール K に復帰するように説得した。ジャムシェドジー・フラムジ・マダンからは、マダンシアターに勧誘されるが、パール K は申し出を断っている。ソンデッシュ神の編集者。 アキュート・コルハトカルはパール・ケイに手紙を送り、映画業界への復帰を呼びかけたが、パール・ケイは、私は映画業界において、すでに死んでおり、戻る意思はありませんと返答している。コルハトカルは、ダーダーサーハはパール・ケイは死んだと題して、彼の手紙を紙面に掲載した。これに対し、数人の購読者が、パール・ケイの復帰を求める、意見書を、ソンデッシュが身に送付した。 コルハトカルは送付された手紙を紙面で公開し、パール・ケイに手紙を送付した。手紙を読んだパール・ケイは、ナーシックに戻る決意を固めた。ヒンドースタン・シネマ・フィルムズ・カンパニー退職後、同社のプネッシャ、バーラト・フィルム・カンパニーが廃業したため、パール・ケイの生活は困窮した。彼がナーシックに戻るという知らせを聞いた、ヒンドースタン・シネマ・フィルムズ・カンパニーのワーマン・シュリーダール、アープ・テイは、 マネージングパートナーを兼任しているアルマンシネマの所有者バープサーハバパタックの助けを借りパール K を制作主任権技術顧問としてヒンドースタンシネマフィルムズカンパニーに再雇用するように手配したパール K は申し出を受け入れ月給1000ルピーで同社に復帰したパール K は復帰作サンナムディを制作し 1922年10月28日に公開された。彼は1929年までヒンドースタンシネマフィルムズカンパニーで監督を務めたが、かつてのようなヒット作を生み出すことはできなかった。経営人との溝は埋まらず、1929年までの間に二階同社を離れた。最初に戻った時には、月給500ルピーを提供されたが、二回目に戻った際には、 月給250ルピーに減額された。この間に4人の経営パートナーが辞職したため、責任はパール系に集中した。一方のパール系は、会社が課した制作費の上限を嫌い自力で制作費を調達しようとしたが、アープテイが許可しなかったため、パール系は、ヒンドースタンシネマフィルムズカンパニーを辞職した。トーキーの登場とパール、K、は新会社。 パール系ダイヤモンドカンパニーの設立を決意し、ヒンドースタンシネマフィルムズカンパニー時代の経営パートナーであるマヤシャンカルバットに接触した。マヤシャンカルは制作費として5万ルピーの提供に同意したが、予算内で映画を完成させるという条件を提示した。パール系は条件を受け入れ、世中バンドンの制作を開始し、ハンピ、マドラス、ラトナギリで、 ロケーション撮影を行った。しかし、完成前に予算が底をつき、マヤシャンカルからは追加の制作費の提供を拒否されてしまう。パール K は制作費を確保するため資本家たちと接触するため、1年間撮影を休止した。ヒンドースタンシネマフィルムズカンパニーのワーマンシュリーダール、アープテイは、セチューバンドンの 撮影セットを見学してパール K への支援を約束し、同時に両者の合併を提案した。パール K は、ヒンドースタンシネマフィルムズカンパニーに戻り、同社の下で、ボンベイのインペリアルフィルムスタジオで撮影を再開し、世中バンドンは、制作開始から2年かけて完成された。ヒンドースタンシネマフィルムズカンパニーは、設立から15年が経ったため、 アープテイは契約満了を理由に解散を決定した。同作が完成した時点で映画界には陶器ーー映画が登場しており、1931年3月14日にインド初の陶器ーー映画アラム・アラが公開されていた。サイレント映画として制作されたセチューバンドンは上映館の確保に難航したが、1932年に公開が実現した。 アラム・アラの監督アルデシール・イラーには、雪中バンドンに音声をつけるように、パール・ K に提案し、提案を聞き入れたパール・ K は、イラニのスタジオで4万ルピーかけて、ヒンディー語のセリフを吹き替えた。同作は1934年に再上映された、ものの、工業的には成功しなかった。最後の映画制作1934年12月、パール・ K は、 コールハープルハン王国のラージャーラーム三世から彼の所有する映画会社コールハープルシネトーンでの陶器映画制作を依頼される。彼はラージャーラーム三世からの依頼を断ったが再び映画制作の依頼を受けた。最終的にパール K は依頼を受け入れ脚本執筆費1500ルピーと月給450ルピーを提供された。友人のナラヤーンハリアープテが 脚本執筆を補佐し、ビシュワナ・ート・ジャーダーブが作曲、パール・ケイが作詞を手掛けた。25万ルピーの制作費と2年の歳月をかけて制作されたギャンガ・アバトランは1937年8月6日にボンベイのロイヤル・オペラ・ハウスで公開された。同作はパール・ケイが制作した唯一のトーキー映画であり、公開後に恒例を理由に映画業界から引退した。 パール・ K は、ナーシュクで、隠居生活を送り、1944年2月16日に、同地で死去した。パール・ K の記念切手2009年、ラジャハリシュ・チャンドラを制作するパール・ K を描いた、マラーティー語映画、ハーチ・チェンラチ・ファクトリーが公開された。同作は、パレーシュ・モカ氏が監督を務め、アカデミー外国語映画賞インド代表作品に選出された。 2018年4月30日、Google はパール系生誕148周年を記念した Google Doodle がデザインされ、インド、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドで紹介された。ありがとうございます。